はい、今回購入したのがスピードプレイのペダルになります。モデルはステンレスシャフトのものになります。それでは開けていきましょう。色はグリーンにしました。出してきます。はい、付属品はこんな感じです。はい、最初から入ってたベースプレートなんですけども、これだと、ちょっと前の方を見てもらうとこういう風に隙間があるので、ここの青いとこは取り外し可能なので、これをもうちょっと分厚いタイプのスナップシムに入れ替えてから、ここにもう一回当てたいと思います。はい、ちょっと後ろも変えたいと思います。これでいいかな。はい、もう一回はめます。これでだいたい隙間が埋まりますね。はい。はい、仮止めします。で、位置決めます。ここかな。一応隙間はちゃんと埋まったかな。なるほど、これを外さなあかんですね。ここに対して真っすぐ行け、こうなるわけね。微調整。
カバー入れます。はい、取り付けれました。パチ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 。で、これ蓋、蓋、おー、こうやってここに異物が入らないようにこの蓋がついてました。はい、シマノと比べて、これと比べて接地面が大きいから歩くのはだいぶ楽です。シマノだとこう、そうじゃん、ここが隙間ができてカッコンカッコンってなるんだけど、スピードペダルのやつだと結構なんていうの、ここがゴムで面積大きいから歩きやすい、安定感が広いから、うん、裏は六角じゃないよね。角度をかなり自由に設定してます。外すのは簡単、ちょっとはめるのは硬いっすね。あ、はめるのちょっとコツつーか硬いっつーか最初。あれ、はまったね、さっき。はめるのがちょっとシマノの感じでやってもはまらない。あ、さっき感覚がまた分からなかった。なんか後ろ、斜め後ろに蹴る感じでハマってたよ、さっき。そうだな、そう、あ、そうか、そう。はい、これ慣れが必要です。